はい、皆さん、土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。皆さんこんにちは。そしてこのヒートのお昼前ですね、おかげさまで2015年10月3日土曜日に番組が放送スタートいたしまして、本日2020年10月3日土曜日で5周年を迎えることができました。これもね、聞いていただきましたリスナーの皆さんはじめ、ゲストに出ていただいた皆さん、そしてスタッフ山地さんね、はじめ皆さんのおかげです。この場をお借りいたしまして、本当にどうもありがとうございます。感謝申し上げます。山内さんね、今日もアシスタントよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてまた山内さんのアシスタントのアシスタントに、今日は新里ゆなさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日のこの5周年にね、とてもねふさわしいゲストの方をお呼びしております。はい、宜野湾前市長のね、佐喜眞淳さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。佐喜眞です。さっきから小杉さんから、ね、メッセージ届いております。早速ね、ヒートさん、あっちゃんですね。こんにちは。こんにちは。ニヘデビル。ニヘデビルね。ということでですね、あの番組の方もね、また進めていきたいと思います。あ、シュープリームさんからね、お便りありがとうございます。ヒートさん、佐喜眞さん、山内さん、ゆなちゃん、こんにちは。シュープリームさん、こんにちは。で、いつもね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。はい、で、あの番組の中でですね、ちょっと早速なんですけどね、実は普天間のタワリン様から、今日はご案内してほしいということでね、いただいてまして、はい、皆さん見えますでしょうか。南町ということで、実は普天間高校のですね、同窓会のお便りとか同窓会法が今度初めてできましてですね、で、同窓会の、はい、タワリンさんはその同窓会法のですね、広報を担当していらっしゃいまして、急遽お電話いただきまして、これ番組でも紹介してほしいということでありましてね。なるほど。こういった南町という同窓会法ができまして、で、宜野湾市内の23自治会の方にもこの南町を今置いていただいているそうですので、同窓生に限らず、興味のある方はぜひお手に取ってですね、お持ち帰りいただいて、この素敵なイラストから、あと歴史も書かれてますのでね、ぜひぜひこの南町よろしくお願いします。アスさんは普天間高校の35期生、はい、私は34期生 で35期生の時からこの同窓会、この何ですか、周年事業が始まって、の大きいのが始まって、その時にできたのがこの扶養館、現役のね、子どもたちの研修とか、あと売店が入ってます、あとその扶養館が35周年授業でできたということでね、これもそのことも載っておりますのでね、どうぞ皆さんこの南町もね、お手に取ってほしいなと思ってます。ここは34期生ということで、これまたなんか自宅に届くということで指令が出てましたので、それもまた配ります。また FM 宜野湾さんにもね、ちょっとお貸しくださいね。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。熊沢アリサさん、はい、こんにちは、見てます。あ、どうもこんにちは。そうだよ ね、後輩なんだよ。ああ、普天間高校なんですか。そう、普天間高校の同窓会があるんですね、いいですねって言います。本当いいですよ、ぜひぜひ番組を押しておきますのでね、どうぞ手に取ってください。ということでね、また改めましてね、本日のゲストに前宜野湾市長のね、佐喜眞淳さんです。2期、6年6ヶ月で、本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。初登庁した日が、ちょうど前日選挙の投開票が終わって、そうです、はい、翌日の月曜日に、はい、当選証書の付与式の後にすぐ初登庁。そう、知らなかったんですよ私。本当すごい慌ただしいね、あれが本当昨日のようにね、思い出されて、で、支持者の皆さんと一緒にね、市長室にね、そうですね、入れてもらって、みんなで記念写真を、本当もう昨日のことを、ね、思い出すんですけど、その市長時代にも何度かこの番組にね、ゲストで来ていただいたこともありましてね、この番組の5周年で、はい、ぜひともアスさんに出てもらいたいなと。ありがとうございます。本当お忙しい中ね、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。早速ねお聞きしたいんですけども、この市長2期在任中にね、本当今までいろんな事業を手掛けてこられまして、本当にその中でも、特にという言い方もどうかと思ったんですけど、思い出に残っている事業を、あえて、3つ挙げるとしたらどういうのがあるのかなっていうのをまずお聞きしたいなと思います。はい、まず今のご質問にお答えする前に、人志議員5周年おめでとうございます。 ありがとうございます。多分多くのリスナーの皆さんが期待をしてこの番組を聞いていると思いますので、これからも
いろんなね技能に関わる問題とか課題、あるいは夢のある話をしていただきたいと思います。その記念すべき5周年の記念番組に私が出て声をかけていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。市長の時代、まあ、6年6ヶ月なんですけども、まあ、まず一番いろんなことがあったんですけども、それをね特にっていう3つに区切るっていうのはなかなか難しいんですけども、あえて3つを申し上げるんであれば、やはりこの FM 技能案にも、まあ、ゆかりのあるというか、はい、まあ、いつも目の前にしている西普天間住宅地区の返還並びにその開発、うん、でそこに龍大医学部の附属病院が来ることになっておりますけども、この返還跡地をしっかりと国が今後の返還跡地のモデル地区として支援をしてもらいたいと、今までのような価値観ではなくてもっとグローバルに、あるいは住宅とかスーパーを作るだけではなくて産業や雇用や、あるいはその福祉とか医療を含めてですね、そういうものに寄与するような跡地としての活用できないかというようなことで、この西普天間住宅地区には、政府に対して幾度となく要請もしながら今現在に至っていると、そしてもう一つは反対側東側になりますけども、基地周辺道路としての市道11号宜野湾市道11号がありますけども、実はその国際大学の裏手の方から野田家へつながるような基地のフェンス沿いから通る道なんですけども、はい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 、約2キロが、事業できなくて、なぜできないかというと、それ一体廃止になったんですよ、事業そのものが。ただ地域の要望がございましたので、やはり粘り強く政府に対しても、あるいは米側に対しても要請しない必要性が、ね、あると、地域がこれの道を必要としてるんで、ぜひそれを事業として復活してもらいたいということを要望して、今現在工事が進んで、近い将来開通する運びとなっていると。すごい。そういうのも私にとっては非常に印象深い事業であるし、はいはいはい、もう一つは3つ目はですね、ラジオ体操。あ、ラジオ体操、はい、あ、私ね、市長になってね、市政50周年の記念の時に全国ラジオ体操を、巡回ラジオ体操というものが全国各地でやるんですけども、沖縄県宜野湾市でやったんです。で全国一で人を動員しようということで、約 4,5 名ぐらい、すごい、市政施行50周年の記念の行事としてラジオ体操、巡回ラジオ体操をやったんです。でそれ以来ね、じゃあね、それやったんだら市長で各地域にも来てくれという要望も受けながら、6年半年間、まあ、夏休み期間1ヶ月ちょっとですけども、各地域に回ってラジオ体操を子どもたちや地域の方々とやったのが印象深いという、これ授業でも何でもないんですけども、勝手に私が行って勝手にそんなような感じで、少しね、やっぱり市民と触れ合うというか、子どもたちと触れ合うというのが非常に私にとってはありがたいし、印象深いなと思います。今特にということで3つね、挙げていただいたんですけど、なんていうんですかね、そうやり始めるとね、足さん継続というか、この終わらないんですよ、始めたものをずっと続けていくっていうのがすごいところで、すごいですよね。ラジオ体操もね、海浜公園で終わった後、そうそう、その後はどうするのかなと思ったら続けてね、全自治会ずっと回ってましたね、ずっと毎日回ってた、ね、一つのきっかけはね、終わった後にじゃあ当時の教育委員会の人が委員の人が私のところでもやってますから一度市長来てくださいって何気なく言われて、じゃあ翌日行くよという話になって、でそこでひらめいたのが、一箇所だけ行ったら不公平だし、もしかしたら 全部ね、各自治会やってるから、じゃあ行ってみようと、それを受けた職員が、まあ顔を青くしてるマジかよとというのは、私は公務だから、だから車が迎えに来るの ね、雇用者が。そうすると、私らも早く置けなきゃいけないのが職員であるから、これをね、夏休み期間中ずっとやったら俺死ぬぞと、言わんばかりの顔してるんですよ。まあそんな感じで、でもね、楽しくやりましたんで。いや本当ね、6時半から始まるけどね、はい、10分ぐらいが来たんですよね、はい、はい、ラジオ体操もそうですけど、今ね、こう、主な実績ということで、ね、はい、5年間まず振り返ってみたんです。本当にね、今まで止まっていた事業とかできなかった事業とかをね、本当に事業を進めて、もうもちろん完了したのもたくさんありますからね、今までできなかった、できないだろうと思ったのが
アシさん一緒になってどんどんこう授業がね進んでいくっていうのは本当にこの歴史のなんか転換期みたいなものをね、うん、あの間近で見せていただいてね、あの議会で質問しても質問のしがいがないですね。ひとしげはこう言ってなんかね穏やかそうな顔をしてますし、はい、ラジオでもそうなんですけども、はい、例えば地元のね門前町構想とか、はいはいはい、あるいはこの道路拡張事業とか、うん、こういうのもね無理心理のおで私にお願いするんですよ。無理心理ではないんだけどもただやはりそれは地域の方々がご要望に対してどう我々が答えるかという、うん、まあ、そういう意味では少しね私も職員に対して、まあ、指示もしながらできる限りそれはできるように、うん、関係省庁にもお願いをしてきたっていうのは、うん、やはり人志議員の方々含めて議員の方々からの提案を受けながら、まあ、一緒になって事業を進めていくというのが非常に私にとっては良かったなと思います。うん、本当ですよね。うん、野沢ありささんね、5周年誠におめでとうございます。市政の行事で、ラジオ体操体にいいですね。はい、本当ですね。よかったのかどこか寝不足になりましたけどで普通職員は金曜日で終わるじゃないですか。はいはいはい、明日はね土日はまた地元のね、そうそうそう、益城の方で、うん、自治会によっては土日はラジオ体操お休みのところも多いんですよ。はいはいはい、だけどね土日休みすぎ、はい、土日もやってた。そうそう、このラジオ体操の出席カードってあるじゃないですか。はい、あれ土日も関係なくなんかあるんですよ、マスが。できるだけ解禁になりたいと。ハンコを押してもらえることが楽しみに行くんですね。ただ途中、出張とかあってくると、はいはいはい、どうしてもね、ハンコもらえないんで、一度ね、東北だったかどっかでね、ホテルに聞いて、出張先でホテルに聞いて、はい、すいません、近くでラジオ体操やってるとこないですかと。だからそこ の本土のある県はちょっと忘れましたけど行って、うん、で早めに行ってその大人の方に怪しいものではないんですけども沖縄から来たこういうものですけど名刺渡してラジオ体操に参加させてくださいと。すごいな、そういう思い出もあります。うん、そうですね。はい、そして西普天間の、ね、うん、返還、はい、これも確か佐古越では平成19年の返還だったんですけど、はい、なかなか前の姿勢でそこの返還ができなくて、はいはいはい、で明日さんに変わってからどんどんまたね動き出してでしっかりこの返還をしてまた首相除去もきっちり3年でね、はい、うん、本当に終わっちゃって、では今造成工事をねやってますからね。すごいよね。すごいですよ本当に。それを毎週見ながら番組を、はいはい、ちょうど番組がスタートした時はまだ建物が建物ありましたよ。建物が全部ありましたよね。はい、それが今こういう状況になってるんで、またこの来年再来年もね楽しみながら番組も進めていきたいと思ってまして、うん、で先ほど5周年のお話をさせてもらったんですけど、はい、アシさんの方からのケーキをいただきまして、はい、あ、いやいや、ありがとうございます。の方にってもらってますね。ご家族で食べていただければと思いますね。今日家内にちゃんと聞くようにしてちゃんとしっかり持って帰らないと思います。ありがとうございます。はい、シュプリームさんからのね、シュープリームさんの写真の部屋っていうのがなってるんですね今ね、はい、沖縄県内にはない、薬学部の誘致をぜひということでありますのでね、はい、まあ、本当ですね、ね、うん、またあそこら辺もねまたねいろいろ動きもあるみたいですのでまたできたいなと思ってます。はいはい、ではそこでね一曲ですね曲をおかけしたいと思うんですけど、そうですねちょっと少しあれですね、すいませんもう一つ肝心なものを聞くのを忘れてました。アシさんこの市長在任中にですね、うん、この普天間飛行場の、危険性の除去を訴えるためにね、はい、訪米活動も、うん、直接もアメリカに行かれて、はい、行動を行っているんですけど、それについても少しお話を聞きたいなと思います。まあいろんな考え方あるにしてもやはり基本をしっかり伝えることが重要であると、うん、その基本は何かというと普天間飛行場をなぜ返還するのか、やっぱり周辺地域の方々の危険性除去と基地負担軽減、うんうん、さらに沖縄県民にとって一番基地の負担軽減は何ぞやというときに普天間の返還であると、うん、だからそれが多分原点であるし、その原点を忘れずに、まあ、関係省庁特にアメリカの、ね、方々にもお伝えしながら、でもそれを一方的にお話も大変重要であるけども、他方せっかく行くんであれば、うん、じゃあこれからどういうふうな協力体制と、あるいはその子どもたちのためでどういうことが可能かというときに、私は日本の大使館、うん、世界広しといえどもワシントンである日本大使館は日本の中で一番、う
トップクラスの大使館であるし、うん、米国 の、 国防省、国務総省、もっと言えば大統領府にしても、宜野湾の子どもたちが留学したときに、ぜひこれを、ね、受け入れていただきながら、さまざまな研修の場を与えてくださいという要望も、訪米のときに基地問題とは別にお願いをしてきたと。でそれが叶ったというか、大使館では、大使自らが、宜野湾市の子どもたちにいろんな話をし、国務国防省あるいは大統領府の方にも行かれたと。でちょっとねカリキュラムがちょっとね窮屈だったかもしれないんですけども、いろんなことをね勉強させられたという、でもこういうことが一つの思い出となって、世界で活躍する宜野湾市が出てもいいのかなということで、やっぱりこれは大人の人たちがもっとね前向きな、考え方の中でアメリカということをね位置づけた方がいいのかなと。ただし言うべきことを言わないといけない。だから基地問題、この問題はやっぱり早く解決しろと、解決な上から目線ではないですけども、で私が会った方々は少なくても一市長が会える相手の方々ではなかったと。時間法クラスにもお会いしたということは多分まれですし、極端に言ったら沖縄県知事でも会えなかった方が、実際会えなかったんだから、直接お話できたっていうのは良かったのかなと思います。本当に直接ね宜野湾市の状況を市長が、アメリカの主要な方に話をしたということは、とても大きなことだとし、ただそれだけにとどまらずね、子どもたちの未来のことも考えながら、いろんなそういった留学の際の話もしてきたというのは本当すごいですよね。この宜野湾市が出しているこの、町のど真ん中の普天間飛行場とさ、この冊子毎年出してるんですけども、その、ページの中にも私の訪米とか書かれてますけども、ジョン・マッケインさんというもう亡くなった方なんですけども、以前大統領選挙にも出た、その方にもあったんです。でその方は私一応英語は話せませんけど通訳返して、先は何か、お願いがあったらいつでも来いと、そんなこと言われてもねいつでも来れるような場所にでもないしと、それだけの今のパイプをね、作ってもらって、今の松川市長もそれを引き続きまずは続けていらっしゃる、ぜひね、やっぱり普天間飛行場を早く返還する、その跡地をね、西普天間ではないんですけども、広大の土地をいかに生かすかっていうときに、宜野湾市だけの発展ではなくて、沖縄県、もっと言えば日本全体とかのアジア全体の発展につなげていければ、多分沖縄はもっと豊かになると思います。そうですよね。熊沢さんからもね、有沙さんからも最近もオスプレイがたくさん目の前で飛んでいるのをまた見ましたということで、本当そうですよね。最近議会あるいは開発庁も一緒に大駒沢を市の長に制定しようということで、新聞出てましたね。ではなくて町長をいっぱい宜野湾市に、ね、飛ばせるようにまたみんなで、ね、頑張っていきたいなと思ってます。でこれまた1曲ね、お願いしたいんですが、これちょっと曲名が難しいのでアシさんが直接で、ね、リクエスト曲を紹介してください。すいませんね、これ私 のリクエスト曲ではございますけども、マイウェイというフランク、シナトラが歌っている歌ですけども、その原曲はフランス語なんですけども、その原曲として、コムダビチュードいつものようにというタイトルですけども、歌っているのがクロード・フランソワ。ではお聴きください。私は起きたらあなたは隣にいて私に背を向けてる。でそれは私はあなたが寒くなるのが心配だから毛布をかぶせるとか、マイウェイと全然違うでしょ。私はね急いで服を着替えて部屋を出ていく、これもいつものことさ。それいつものようにでした。一人でカフェを飲んで、私は遅刻しそうだから、いつものことだ。フランス留学し、男は静かに、私は家を出て、この暗
暗闇というかまだ日が夜が明けてないんですよ、うん、寒いから襟を立ててこんななんか寂しい歌だよじゃあそろそろ行きますか、うん、はい、あ盛り上がったはい全然全然フェイダーですよね。で、あのタオリンさんのあれを CM 明けにね、はい、ちょっと紹介してもらった。CM 行って、だいたい次はもうビジネスでしゃべり、しゃべり。で、エンディング、だいたい2分前ぐらいに、この、これ。あれだね、やっぱり番組落ちたら、なんかこっちの方が慣れるよね。ですよね、ゲストってなんか、あれじゃないですか、結構大変じゃないですか。まあ大変っていうか慣れてないからな生演奏はないんですか。ヒートさんギターを披露したりするんですよ。俺県内に薬学部ないっていうのはあれなんだよね。お前ゲストさんが出てましたよ内地で。あ、始まります。はい、ヒートの昼前では後半もね続けてまいりたいと思います。今日は5周年記念ということで、スペシャルゲストにね前宜野湾市長の佐喜眞淳さんをねお迎えして、番組の方を進めてます。また後半よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山下さん、それは本当は冒頭でね、はい、紹介するはずだったんです。すいません、はい、メッセージが、はい、また届いている人だと思うんでお願いします。こんにちは、普天間のタワリンです。タワリンさん、こんにちは。こんにちは。 FM 宜野湾開局5周年、そして番組放送開始5周年と重ね重ねおめでとうございます。 ありがとうございます。本日の大物ゲストとのお話お楽しみにしてます。佐喜眞さん、ちなみに FM21 は開局18周年を迎えています。ありがとうございますなんか細かい情報ありがとうございますヒートのお昼前、佐喜眞淳のハッピートークの、両番組と FM 宜野湾のますますのご発展を記念いたします。今日は接骨院の予約を変更して生で聞いていますということで普天間タワリンさん、いつもねメッセージありがとうございます、はい、冒頭で南町の方も宣伝させていただきましたで、さっきのね FM21 の話もね、はい、これは結構コアなギャグなんでシリーズ開き直ってますね。知る人ぞ知るギャグなんでね、はい、ありがとうございます、はい、そしてまたシュープリームさんの写真部屋さんからね、今日はヒートさんの生演奏はないんですかってありますけど、今日はですね いろんなお話をねしていただいて、また次回で、ね、今ちょっと練習してますから、また次回またギターを持ってまたさせていただければなと思ってます。それではね、アツさんね、いろいろもう本当この時間が全然足りないぐらいでね、うん、もう本当申し訳ないんですけど、はい、アツさんのね、うん、描く将来のビジョン、多分ねリスナーの方やね、多くの方がアツさん次どうするのかとか、いろんなビジョンどう思ってるのかなっていうのは一番ここがね知りたいところかなと思うんですけど、はい、そこら辺もまた教えてもらっていいですか。はい、個人的に言えば私もう一度成人に現場で復帰したいなと、うん、それのためにいろいろとやってますけども、多分沖縄の地政学的な位置とか可能性というものをうちのうちの人たちがもっとねグローバルな視点でね取り組んでいくと、うん、最近私こういう表現してますけども、世の中の変わらず大会を知らずっていう表現ありますけども、うん、世界から見た時の沖縄って本当にちっちゃな島ですけども、うん、その島に住んでいる人たちが大会を見て、まあ、例えばね世界を見て、その世界の基準というものを沖縄に持ち込んで世界と対等にね、うん、戦うというわけじゃないけども沖縄を磨いていくと、うん、そういうようなその未来があってもいいだろうし、それは沖縄の可能性がもうそこに集中してるんで他の都道府県よりも優れていいと、うん、いかに沖縄の人たちがそれの畑を耕していくかっていうと、うん、ぜひそういう意味でね私も微力ながら、そういうふうに頑張っていきたいと思いますし、とりわけ若い人たちがね頑張って沖縄をもっともっとね注目させていただきながら伸びしろを、ね、伸ばしていってもらいたいと思います。うーん、まあね、ご自身も、ね、当然多くの方もねまた淳さん その政治への、ね、はい、現場の復帰もそうですけど、今またその活動も、ね、はい、されてますので、今取り組んでいる活動というのは、まあ、大体朝はですね王者の交差点で手振りというか朝の運動してますけど、うん、ようやく300日、大体、ね、2日に1回ぐらいは開始してやってますんで、それをもとにね、またいろいろとさまざまな方々とお会いしながら、うん、まあ、少しでも佐喜眞淳が考えていることを、お伝えできればと思っております。
ね、あの本当毎朝ね、うん、雨の日も本当台風の日もね、はい、あのおじゃら交差点でね、あの朝のご挨拶してますので面白いんでしたね、うん、あの子供たちと最近ね、うん、あのいろんな人たちがいるんですよね、うん、だからね、まあ、2年もやってるとだいたいね人 の, あの行動パターンが読めてきて、この時間には誰が来るとかね、誰が通ってくるとか、見られてますよ皆さん、はい、またあの、ね、ぜひあの通る方はまた手を振ってね、はいはい、ぜひお願いします。はい、ということでヒートの昼前で、はい、5周年皆さんたくさんのお便り本当にありがとうございます。そして今日のゲストは、前議論師匠の、ね、佐喜眞亜紫さん、本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうも、はい、あの今日ご紹介できなかったお便りはまた次回ご紹介します。皆さんどうもありがとうございました。やっぱだよね、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、面白かったです。ゲストの佐喜眞さん